の堀えりみです。はい、今日もね、天気は晴れですね。朝起きてね、ちょっとなんかね、夜中雨降ったんですかね、少しね、ひんやりとした風吹いてたんですけれども、その後ね、もうずっとね、朝ね、早い時間からもう強いで日差しが照りつけて、だんだんね、庭のね、このうちの嵐っていうね、犬を飼ってるんですけれども、嵐の小屋の周りも本当にこう、なんかね、もう温度が上昇していくのが分かるんですね。で、ちょっと打ち水してね、温度下げたりとか駆けつけてあげたりするんですけれども、なんですかね、なんかね、影作ってあげようと思って、なんかこうね、屋根があるようなものとか置くじゃないですか。そうするとそこからなんかね、逃げていくんですね。なんか大きい見慣れない物体が置かれるとなんか怖いんですかね。せっかく影作ってあげてもそこと反対側に逃げていくみたいな。で、なんか今庭のね、木の下の方、ちょっとまた時間帯によって場所がなんか2、3個ね、動くんですけれども、自分で心地いいところ見つけて、そこにちょっとね、土が見える感じで、この穴掘って体を沈めてね、こう涼を、ね、求めているような感じですね。暑さをしのいでますね、自分なりにね。で、ああ、そうそう、嵐って言ってもね、犬ね、女の子なんですけどね、うちの娘がジャニーズのね、嵐のファンで、小学校の時にもらってきた犬なんですけども、その小学校の時にファンだったので、女の子なんだけども嵐っていう名前なんですね。はい。で、すごくね、うちの犬ね、声が大きくてね、なんかね、可愛いんですけれども、ちょっとね、顔だけこうアップで見るとチンパンジーに似ているような、そんな感じの犬ですね。はい、今日も元気よくいきましょう。あなたのね、家でどんなね、動物がいますか？ペットとか飼ってますか？ね、犬だとか猫だとか、あとね、小動物、ウサギだったり、またね、モルモットとか、モルモット飼ってるとこあんまりいないですかね。いろんなね、動物いると思いますが、最近ね、私の友達が、ペットショップの、ね、売り場の方に動物いたりしますよね。で、ふれあい動物園みたいな感じでね、動物たちと触れ合ってきましたということね、話してたんですけれども、子どもたちにとってもね、やっぱりね、動物と触れ合ったりとかね、小さな生き物を大切に扱うとかね、すごくね、大事な経験ですよね。まあ、兄弟ね、いらっしゃるところは、赤ちゃんが生まれた時にこうね、そーっとそーっとこうね、優しく抱っこしてあげるとかね、そんなのもやりますけれども、一人子さんの場合にはなかなかそういう経験もできないので、どっかね、お友達のところの、赤ちゃん生まれたら一緒にね、赤ちゃんのことね、優しくね、見たりとかね、また優しく抱っこするんだよとかね、こんな風に扱うんだよってね、やってあげてもいいですし、またね、ペットとか通して命の大切さとかね、そんなのね、またね、いろいろとね、子どもたちと話し合ったりしてもいいかもしれないですね。はい。では、7月の、2週目ね、なんですけれども、本当はですね、今日はアシスタントママの美咲ちゃんのね、出番なんですけれども、今日いつもね、美咲ちゃんと一緒にこう出演しているベビーちゃん、卑弥呼ちゃんがね、なんかね、発熱してるらしくって、今日ね、来れなかったんですね。卑弥呼ちゃん、早くね、熱下がってね、元気になるといいですね。で、ラジオをお聞きのね、皆さんも大丈夫ですか？なんか私の周りでも体調を崩してね、なんか学校休んでるよとか、腸炎とかもなんかね、流行ってるみたいですね。で、風邪ね、で、まあ咳とか喉ね、やられてて咳が止まらないだとか、まあ暑くなってクーラーもね、夜中ね、こうちょっと冷えすぎたりとか、そういうね、なんかこう管理も難しくなってきたり、クーラーのね、タイマーつけて寝ると、タイマーが切れた途端にね、暑くて起きちゃうっていうね、話も聞きます。私なんかもなんかそんな感じなんですが、また逆にね、朝までずっとつけっぱなしだと冷えすぎちゃったりとかね、その辺ね、大変だと思うんですけど、ママがね、なんか管理してあげて、最適なね、気温で
眠れるといいですね。あとまたね、もう暑くなってきて昼間の熱中症とかもね心配なんですが、やっぱりねこの暑さに負けてこう抵抗力弱ってね、その時になんかいろんなウイルスとかにね感染しやすくなったりとかもしてるみたいです。なのでねちょっとね疲れたなと思ったら早く眠るようにね、お子さんが早く眠るようにしてあげたらいいと思います。でその時にねママもお子さんね寝かしつける時にも一緒に寝ちゃったらいいかもしれないですね。ママいつもね無理しがちだと思うんですけれども、思い切って寝てね早く寝て、でいろんなこう洗い物とかあるから起きなきゃという気持ちもあると思うんですけど、一緒に寝てでゆっすり寝ると、朝早く起きてまた猫をね溜まってるものを片付けたりとかね、そういう日もあってもいいかもしれないですよ。自分に優しくねしてね、体調管理とか気をつけてくださいね。はい、ではですね、今日はね、ゲストさんもいらっしゃらないので、チャイルドカウンセラー堀えりみがねいろんなことをねこう思いつくまま話していきたいと思うんですけれども、あなたのね、基本の顔ってどんな顔ですか？ラジオを聞いてるねママたち、基本の顔、基本な顔って、ね、どんな顔っていうか、何にもこうしてない時に、ね、ふと一人でいる時の顔、ね、まあ基本何にもしてないのにね、なんかこう本当に満面の笑みっていうのもなかなかいないと思うんですけど、だから怖い表情になってませんか？で顔ってねこう、やっぱり誰か初めて会う人とかにね、こう第一印象でねこう、この人どんな人ってね判断されたりするんですが、 0.1 秒で決まると言われてますね。 0.1 秒で、もう本当 0.1 秒って言ったらパッて目が合った瞬間ですね。パッて振り向いた瞬間もうすでにこうねこう印象が決まってしまう、イメージが決まってしまう、優しそうとかね怖そうとかね。なのでだから基本の表情がやっぱりね固くこわばっていると一緒にしてね笑顔ってなかなか作れないですね。作れるというか笑顔になれないですね。なので朝やっぱりねこう鏡を見た時に、起きてきたらね鏡見ますよね、顔洗ったりとかして、その時に自分自身にねおはようって言ってねニコって笑うといいですね。で朝からねやっぱり鏡を見て自分自身にねおはようってねニコって笑ったりとか、今日もいい顔してるねとかって言うとね、なんかねこう顔のねこの筋肉、やっぱり何もしないと人の筋肉でこうこわばるというか固まりますよね、で運動する前もストレッチしてからとかやりますけれども、顔のこの表情筋もねやっぱりね朝起きてきた時何もしないとね本当にもう表情ねちょっとこわばった顔してると思うんですね。でその時にねこうね、 自分で鏡に向かって笑顔でおはようとかって言うと、この筋肉や柔らかくなって笑顔になりやすい。でその後もなんかね気持ちが良くなるのでやっぱり笑顔でいやすいんですね。でそんな状態だと朝ね起きてきた、ね、人たちにもおはようってね笑顔で言えるし、基本の顔がねその日の基本の顔が笑顔になりやすい顔になっているので、どっかでね誰かに会った時にも、ね、おはようとかねこんにちはっていうのがね基本的にこう基本のなんかこの柔らかい顔、ね、笑顔でねパッてね挨拶できますね。であと一つ挨拶で思い出したんですけれども、挨拶ってねやっぱり慣れ、ね、慣れもありますね。朝から昼ぐらいまで誰にも会わなくって誰にも挨拶してない、で昼になってやっとね誰かに会って、ね、こんにちはとかって挨拶する。でそうするとなんかこのねこんにちはっていうのがなんかねこう元気が出なかったりだとか、あとやっぱりね笑顔になれなかったりとかあるかもしれないんですけれども、そういう時やっぱりねこう慣れなのでたくさんそれまでに挨拶しているといいですね。面接とかもねやっぱり慣れですよね。で、普段このね起きてきて目に入るもの、入る人、入るもの、ね、全てにねこうねちょっとね
挨拶してみるといいかもしれないですね。人はもちろんね、自分自身もやりますね。人、周りの人にも挨拶しますね。で、自分からね、誰々さんおはようってね、名前つけて挨拶すると一番いいですけれども、あとね、なんかね、花を見ても、ね、可愛い花見てね、おはようって、今日もありがとうねとかね、挨拶するといいですね、目に入るものにね。で、道をすれ違う人とかにも、あの、まあね、小さい子がね、挨拶するときありますね、知らない人にもね。それでもなんかね、こう 怖い顔して歩いてるおじさんでも、小さな子がね、おはようってね、おはようございますとかでね、ニコニコ笑顔で元気よく挨拶すると、一緒にしてね、そのね、怖い顔してたおじさんもね、ニコってね、おはようとかで、ね、返してくれたりするんですけども、人ってやっぱり挨拶されて悪い気はしないので、知らない人でもね、挨拶してもいいと思うんですが、あの、でもちょっと勇気が出ないなっていうあなたはね、あの、心の中でね、すれ違う人、知らない人でもね、すれ違う人とかに心の中でおはようって言ってみるのいいかもしれないですね。そうするとなんかね、あの、自分の中ではちょっとね、あの、嬉しい気持ちになっていきますので、やってみてください。はい、じゃあこの、番組、ママとく元気ラジオ、この番組はママはもちろんママじゃなくても、心も体も財布も、聞けば何かしら得する情報、聞けばなんだか元気になる情報をお届けしようという番組です。番組ではね、メッセージも募集しています。ラジオを聞いてるママたちがね、なんかね、一日のうちでこんなことね、習慣としてっていうかね、自分の気持ちを上げる、ね、こととしてやってますよっていうのがあったらね、ぜひ教えてください。その他にもね、最近の良かったこととか嬉しかったこととかね、あの、そういうお話もぜひね、ラジオでシェアしてください。あの、自分のことじゃないんだけれども、人のお話だけれども、良かったこととかね、聞くとね、嬉しくなりますよね。ぜひね、みんなに分けてあげてくださいね。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。そしてまた、FM ギノワンではユーストリームで動画を配信しています。サイマルラジオも聞けますよ。スマホやパソコンがあれば FM ギノワンのホームページから見ることができますので、ラジオの聞けないね、電波の入らない地域のお友達にも教えてあげてくださいね。はい、では、この辺でね、あっちゃんの、ね、この歌歌ってみましょうよ。オープニングから、ね、かけてますが、この中間で、フルでかけたいと思います。あっちゃんね、念願の、ね、このアイルランド行ってるみたいですね。すごいですね。世界のあっちゃんに、ね、なっていますね。ではこの歌歌ってみましょうよ、ね、お聞きください。元気は自分で作るんだ、言葉が体を作るんだ、クラスの言葉を紡いでさ、神様味方
しい時は泣きましょう。自分を愛してあげたらさ、この歌歌いましょう。元気は自分で作るんだ、言葉が体を作るんだ。プラスの言葉を紡いでさ、神様味方につけましょう。この歌歌ってみましょうよ。マムズマートの方ではね、今40代50代のアルバイトの方を探しているそうです。マムズマートでは一緒に働いてくれるアルバイトを募集しています。マムズマートのでのお仕事は商品の販売と買い取りがメインです。すべて簡単なレジ操作で初めての方でもすぐに覚えることができます。マムズマートにご来店される方は子育て初心者の方もたくさんいらっしゃいます。ベビー用品を選ぶ際に実際に子育てを経験されている、ね、あなたの意見が必要な時、あなたの子育て経験がとても必要です。自分の経験を参考に商品を購入してくれる、自分と話をしたくて来店してくれる、ね、そんな、ね、お客様が、ね、いらっしゃると思います。こんな時にお仕事のやりがいを感じますよ。さらにはたくさんのお子様がご来店されますので、子どもの笑顔を間近で感じて癒される毎日、そんなマムズマートでのお仕事はこんな方におすすめです。子育て真っ最中の方、子育てが一段落した方、土日祝日だけちょっと、ね、お小遣い稼ぎで働きたいなっていう方、家事と両立しながらアルバイトで会社とのつながりを持ち社会貢献につながる、そんな素敵なお仕事です。とてもね、喜ばれる、ね、生きがいを感じれる、そんなねお仕事ですよ。で、詳しいことはですね、マムズマートの担当ね、前田さんの方にねお問い合わせください。電話番号の方が 098-943-8630 943-8630。 マムズマートの発信都心ストアね、あなたもね、一緒にね働きませんか。
そしてあのマムズマートね、すいませんね、先ほどねマイクが上がってなかったのでね、一人でね喋ってたんです、聞こえなかったと思うんですが、あの、1万点以上の品揃えですので、で本当にこう新生児から160センチぐらいまでの、ね、お子さん、そしてあの、まあ、洋服だけじゃなくっていろんな、ね、グッズもたくさん揃えてます。小さい、ね、小物からあのベビーベッドとかね、いろんな、ね、大きいものまでいろんなものが揃えます。多分 ね、 あのね、子育て真っ最中のあなたの欲しいなと思うもの、ママズマートに行ったら何でもねあると思いますよ。一度行ってみてください。そしてね、いろいろとね、あのちょっとしたことでもね、スタッフさんにいろいろね質問してみると、ね、またね、あの優しくね教えてくれると思いますので、どうぞご利用ください。ママズマートは58号線沿いね、琉球新報社ビル隣、かわいいね建物ですのですぐね分かると思います。駐車場もね完備していますので、ぜひお出かけください。そしてマムズマートではね、あの3階スペースですね、レンタルスペース、あの素敵なねスタジオっていうか、いろんな練習ができたりお教室ができたり、そういうスペースもね、あのレンタルスペースとして提供していますので、そちらの方もね、レンタルスペース、マムズマートの、発信都心ツアーのレンタルスペースということでね、知りたい方は先ほどの電話番号 943-8630 でお問い合わせください。はい、ではですね、もう一つ、あ、そうそう、マムズマートね、今ね水着とかね浴衣とかジンベエとかそんなのもたくさんありますのでね、これからのね夏ね本番に向けて出番の多いものとかもねたくさんありますので、どうぞ探しに行ってみてください。であと一つね、私の方からワンポイント、あの褒められた時の反応なんですけれども、あの褒めるってね、相手を認めること、素直に伝えることなんですけれども、あの人を褒めるのはいいんだけど、褒められた時にね、なんかね照れくさくて、あのついついね、なんかいえいえってこうね言ってしまうんですっていう人いるんですけれども、あの周りの人にね褒められた時には、ね、ちょっと照れくさいと思うんですけれども、ありがとうってね言ってみてください。ありがとうってね、あのやっぱりね褒めてくれた人もそんなことないですって否定されるよりも、ありがとうって素直に喜んでもらうとね、やっぱり、ね、こう言葉かけしてよかったなってね喜んでくれますね。で自分自身もね、いえいえっていうよりも、ありがとうって素直に受け取った方がね、心がねすごく喜んでくるのが分かると思います。でありがとうっていうのも相手を受け止める、認めることですね。そんな感じでね過ごしてみてください。ではね、あっという間のお時間ですね。この番組は合わせ小学校前おいしい雑貨シャムス、子ども服子ども用品専門のリユース&アウトレットのお店、マムズマート那覇新都心ストア、そして学研教室、以上各社の提供でお届けしました。お相手は堀えりみでした。ではまた来週お会いしましょう。